約半年前に開かれたアジア太平洋情勢に関する議論で、米国の戦略目標が浮かび上がりました。その戦略は、上策、中策、下策の3つに分けられ、上策は中共の台湾攻撃を抑止すること、中策は戦争が勃発した場合には必ず勝利することです。そして、下策はありません。要するに、米国はアジア太平洋での戦争を望んでいないし、他の地域での戦争ももちろん望んでいません。基本的には戦争を避け、特に台湾周辺での紛争を避けたいと考えています。台湾の多くの人々は米国に対して悪感情を抱いているようですが、私はその見解は誤っていると思います。実際、米国は以前から一貫して台湾海峡での戦争を望んでいません。しかし、台湾の半導体産業の重要性がクローズアップされたため、台湾の重要性がさらに増しました。そのため、戦争を起こさないという米国の考えが明確になってきました。米国大統領補佐官サリバン氏はインタビューで2つの重要なポイントを強調しました。まず第一に、米日々の3国間での国家安全顧問間の協力を強調しました。様々な問題が議論されており、その中でも特に重要なのは、南シナ海や台湾海峡を含む他の地域での自由航行と平和の安定をどのように確保するかという点です。彼は特に台湾海峡に言及しました。二つ目の重要なポイントでは、米中対立下で台湾有事の実際の可能性について尋ねました。彼は、米国はこのような緊急事態に巻き込まれないようにすべきだと述べました。また、先ほど述べたように、米国はアジア太平洋地域、特に台湾海峡における二つの戦略目標を持っています。上策は戦争の勃発を威嚇することです。米国務副長官のキャンベル氏も同様の発言をしました。彼はワシントン DC で開かれたシンポジウムで述べました。我々は台湾と平和と安定を維持するために必要な手段を取りますと。結局、台湾海峡での平和を維持するための準備が進行中であることが非常に明確にされました。そして、彼は一言、今日の進展にとってこれは非常に重要ですと付け加えました。これにより、皆さんも少しずつ理解できるようになったと思います。私が言ったように、米国がなぜ台湾を重視するのか。これは、台湾の多くの人の見解や批評とは全く異なるものです。そして、世間の声は、これらの言葉だけでは不十分だと指摘しています。では、どうすればよいのでしょうか。バイデン大統領は台湾を4回も軍事的に支援すると述べました。最初の発言は誤解だとされ、2回目には認知症の初期症状だと指摘されました。3回目と4回目もまた彼の発言は間違ったと解釈するのでしょうか。それとも、意図的に間違った発言をしているのでしょうか。要するに、台湾有事は、日本だけでなく、米国や世界全体も危機に陥る可能性があるということです。これはすでに世界の主要国の間での共通の認識となっています。これが私が伝えたい重要なポイントです。数年前、私は公開演説で下記のように述べました。台湾有事が起きた場合、世界が助けに来るでしょう。当時、私がそう言ったとき、誰も信じませんでした。しかし、現在、石油輸出国機構、OPEC は、世界の石油市場の 40% を支配しています。一方、台湾の半導体メーカーである TSMC は、世界シェアの過半数を占めます。そして、TSMC は米国のハイエンド製品の 90% から 92% を供給しています。これは米国政府が明言したことです。この対比から、台湾の半導体産業やチップの重要性が石油を大きく上回っていることは明らかです。当時、米国が石油ルートの確保のためにあれだけの武力を行使したのだから、今日、彼らは台湾を守らないと思いますか？私は半導体の話しかしていませんが、他にも色々なことがあります。みんなが言うように、米国は口先だけで、実際には何もしていないという解釈をするなら、2022年8月に米ペロシ元議長が台湾を離れたとき、中国が台湾に驚異的な軍事演習を行ったとき、米国が3隻の空母を出動させたのはどう説明しますか？その時には、台湾の多くの退役軍人や他の専門家がテレビで、米国は何も行動を起こしていないと言っていましたが、米国は軽空母2隻と大型空母1隻の空母を送りました。そして、ロナルド・レーガン、アメリカ、トリポリが、沖縄、台湾、フィリピンの間に配備され、3つの海峡を封鎖しました。これは戦争を避けながら敵を制圧するということです。文人が理解できないならまだしも、退役軍人が理解できないのは心配ですね。一般の戦略家が理解していることが退役軍人に理解されないのであれば、本当に心配です。中共が軍事演習を終えた後、様々なプロパガンダが発表され、この軍事演習には重大効果があると主張しました。台湾の一部の親中派さえ、軍事演習の重大効果について話していました。しかし、中共の軍事演習は最大の効果を狙ったつもりが、結局逆効果になってしまいました。なぜならば、世界中に反共感情をかき立てられ、台湾を守るための行動がますます強まったからです。まるで台湾への侵略計画が目の前に広がっているかのようですね。その通りです。この演習は包囲的で圧迫的で、侵略的なものです。要するに、この計画が目の前に広がっているということです。この計画は半年以上、1年以上の準備が必要であり、ペロシ氏が台湾を訪れた直後に持ち出すことは不可能です。私はその後、必ず逆効果が生じると述べました。今、その逆効果が明らかになっています。米国も過去にこれは戦略的曖昧さだと述べていました。今でも時々、戦略が曖昧だと言ったり、時には明確だとも言います。彼らの戦略は常に変動しますが、彼らが行っているのは威嚇です。しかも、様々な手段で威嚇しています。行動や言葉で威嚇し、時には言葉の変化を利用しても威嚇します。先ほど、様々な同盟についてお話ししました。米日安保が強化され、米韓同盟が強化され、そして米日韓が準同盟を形成し始めました。オーストラリア英国、米国同盟も登場し、現在日本に参加するように進めています。また、米非同盟も強化され、こちらも日本にアプローチをしています。台湾の一部の親中派は、米国が台湾を軽視していると言いますが、私たちの答えは、彼らが誤解しているということです。実際、台湾はすべての同盟に入っています。第4次大海危機で中共が世界中を怒らせたとき、世界は台湾を守り、中共に対抗することを決意しました。そのため、中共は世界に台湾の重要性を繰り返し伝えているようなものでした。最後に、台湾の一部の親中派が考えるように、米国が台湾を戦争に巻き込むというのは誤解です。米国は戦争の勃発を威嚇し、戦争が起こった場合には勝利するつもりです。台湾を戦場に巻き込もうとするなら、なぜ先ほどの同盟に台湾を含めないのか、考えてみてください。だから、皆さんは冷静になって、よく考えてみてください。最後に一つ質問します。皆さんは米国を厳しく非難するのに、なぜ同じくらい厳しい基準で中共を非難しないのですか？結局のところ、中共は私たちを脅かし、拡張を続けています。なぜ私たちは二重基準で評価しているのでしょうか？この点について皆さんは本当によく考える必要があります。国際警察の米国が不十分だというなら、犯人も批評すべきでしょう。もちろんです。盗賊。私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。